日本中部地方長野県長野市、若月地区、若月団地、若月団地は長野県長野市の市街地北部にある地区、及び地区内にある長野県営住宅、長野県住宅供給公社賃貸住宅、若月団地は長野市街地の北部にある地区、郵便番号は381-0051。全域が長野市役所若月支所の管内である。 地区の北端を駒沢川が流れる。周囲は以下の大技、町長と接する。長野市街地を見下ろす山裾の住宅地である。地区中央部に県営、校舎、若月団地がある。その周囲に長野県企業局が造成、分譲した住宅地が広がり、一戸建てが整然と並んでいる。若月地区は古代の若月省と言われる省縁のあったところである。 この荘園の地頭であった若月市の居城と伝わる若月城が団地の造成によって失われ、わずかに掘り跡の一部が団地の一角に残されている。旧若月村が1954年に長野市と合併した当時は果樹園、桑畑などが広がる地域であったが、高度経済成長期昭和40年代にこの若月団地が造成されたのを皮切りに宅地化が進行。 現在は、周辺の稲田、丹田、徳間、浅川などと合わせて、市内でも有数規模の住宅地となっている。地区内の人口及び、世帯数は、1149世帯2662人。遠隔路線バス地区内を走る、アルピコ交通、超電バスの以下の路線系統が利用できる。若月団地には、市内2社が乗り入れており、合わせて、朝は、 約5分おき、日中でも約15分おきに市街地へのバスの便がある。さらに、超電タクシーのミッドナイトライナーが毎日運行される。二社の経路は、長野駅から若月団地に至るまでの間も、団地内においても、ほとんど異なっており、並走する区間はわずかである。その一方で、長野市街地、若月団地の区間では、 定期券 IC 化以前から、川中島バス、超電バス共通定期券が発行されていた。IC カード、クルルが導入された現在でこそ、路線が近接していれば定期券は自動的に共通化されるが、紙定期券時代に、両社の間で共通定期券が設定されていたのは、この区間のみであった。なお、バスの行き先表示などでは、和歌団と略されることがある。 ありがとうございます。